はい、お疲れ様です。今回は極ベーザーの攻略動画になります。前回の極ルビカンテと違って、3回のタイプがいろいろあったり、シンプルにギミックが難しかったりとかして、難易度はちょっとルビカンテより上かなっていう感じがしますね。はい、今回の極ベーザーで大事なのはエクサフレアの避け方と、あとは外周に出てくるボスの、順番の覚え方とかが一番大事になってくるかなと思います。はい、そんな感じで今回の動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いしますっていった感じで、そのまま見ていくんですけど、はい、最初のギミックは岩が2つ出てきて、ここ足潰れるよっていう感じですね。でディレイスパークっていうのはキャラクターがいる位置にタケノコを設置です。はい、詠唱終わりで設置っていう感じですね。ちょっと間があるので、それで避けていただく感じです。その後に来るなんとかなんとか連携ですね。これは半面の焼き払い、2回分になります。この2つのディレイスパークとなんとかなんとか連携っていうのはギミックの締めとかに来るので、これですね、結構注意してほしいかなと思います。特に半面焼きですね。はい、でちょっと過ぎちゃったんですけど、今回の全体攻撃はなんとかなんとか霊気っていうやつになりますね。はい、全然漢字読めないです。でこれが1個大事なギミックですね。ウィンドスフィア、外周にボスが出てきます。はい、でこの順番に、アンチ見てくださいよって感じですね。シンプルに弾がないところがアンチになるんですけど、北から南で半面が潰されてます。ハーデス思い出しますね。はい、でブラジルから来て、デーガーのを避けて終わりっていう感じですね。はい、で一息ついたところに半面焼き2回が来ます。このパターン結構多いんで注意してください。はい、じゃあ1個戻します。でこのウィンドスフィアなんですけど、分身が出てくる順番を4体分覚えなきゃいけないと思いきや、ある程度決まってるんですね。最初南北が出てきます。その次に東西ですね。時計回りとか反時計回りとかのパターンがなくて、必ず対面を経由するので、そこを意識しておくと結構避けやすいかなっていうふうに思いますね。はい、後半はいろいろなギミックとごちゃ混ぜになって出てきます。で映像が戻ってきまして、さっきのウィンドスフィアの締めの半面焼き2回が終わって全体攻撃っていう場面になりますね。はい、でその後はどうでもいいギミックが来て、はい、そうですね、どうでもいいギミックですね。はい、でこの後2分が来ますね。そしてですね、ここからちょっと暇な時間が続くので、先のギミックをちょっと今お話しさせていただこうかなと思います。黒竜拳アジュダヤっていうのが来るんですけど、これ初回はねどうでもいいんですよ。初回はどうでもいいんですけど、2回目3回目はその後のギミックの内側外側アンチなのか、あと3回なのか頭ありなのかっていう判別になるんですね。なのでボスエフェクト、そこだけちょっと注意してみてほしいです。で今来てる黒い牙っていう全体なんですけど、軽減も欲しいんですけど、差し込むヒールが途中必要になるタイプの全体攻撃ですね。で黒い牙が終わってから黒竜拳アジュダヤ来ます。もうこれは先に行ってしまうと外側アンチで、4対4の頭ありのパターンの、エフェクトになりますね。はい、でその答え合わせが来る前にまずタンクギミックが来ます。スイッチが必要なやつですね。これ無敵受けできないんで注意してください。スイッチの仕方はいくらでもあるんですけど、まあ適当で大丈夫です。でまず半面焼きですね。半面焼きしてから内外の答え合わせが始まります。半面焼きを受けてから外側アンチスで44の頭ありですね。はい、で今度はですね、内側アンチのパターンですね。まず半面焼き避けます。内側アンチからの、8方向3回ですね。これ大体マップ基準で行われることが多いかなと思います。内側の範囲を避けてから8方向3回ですね。はい、でこの後が大縄跳びですね。ここデス1人でもいるとワイプしちゃうんで、ここだけちょっと気をつける必要があります。はい、こんな感じのギミックになります。戻します。はい、ということでパワーポイントで失礼します。まず最初こんな感じになってますよね。塔が3人と2人の塔が1個ずつで、我々ヒカセンがやることは、豆腐民要員が5人、あと距離減衰があったと思うんですけど、これが2人、これはタンヒラ DPS から1人ずつ選ばれます。これ大事ですね。で最後にノックバック設置が1人、これはヒーラーから選ばれます。これも大事ですね。はい、
でですね、まあ、例えば距離減衰がナイトとリーパーの人、ノックバック設置が先制の人だった場合はこんな感じの配置になります。すごい大事なのは3人の塔は余った DPS、 2人の塔はタンヒラの余った人で踏むっていう感じですね。これだけ覚えとけば、まあ事故はないかなと思います。ということで、実際にもう一回見返してみましょう。で、当たり前なんですけど、ノックバック設置する人はもうど真ん中ですね。ど真ん中の1マーカーに立つ。で、ノックバックもちゃんと吹っ飛ばされる。で、最後にノックバック設置した人に直線範囲が飛んでくる。これはだいたい真南か真北に飛んでくることが多いんですけど、メレーが最速で突進で突っ込もうとして引かれることがすごい多いです。気をつけてください。はい。で、また黒龍拳アジュダヤですね。これちょっと後なんですよね、これが答え合わせするのが。はい。で、これは、ボスタゲサナイがアンチで3回ですねのギミックになります。はい。そんなことを覚えてたらまたタンクギミックスイッチですね。で、この後エクサフレアが始まるんですけど、かなり、被弾が多い箇所ですね。注意してください。単純に、出た範囲に駆け込むっていう感じなんですけど、はい、最後の円範囲から1個目の円範囲に駆け込むって感じですね。で、一通り終わったらメレー陣はちょっと近づくって感じです。これだけですね。もう一回ちょっと見てみますか。で、エクサフレアはですね、進行方向ですね、範囲の。その意識がすごい大事になってくるかなと思います。はい。で、ST 組、MT 組で、東西で分かれてますね。もしかしたら南北もあるかもしれないです。はい。で、締めに3連黒龍戦。ここはですね、2パターンあるんですけど、3連の方は、タンヒラ DPS に1枚ずつ奥義が飛んできます。はい、こんな感じですね。まあ、3回が2パターンあるっていう感じなんですけど、もう1個のパターン。出します。もう一個の栄翔は収束黒龍戦ですね。これは4対4、東西で頭割りします。で、この4対4の頭割りかタンヒラ DPS のロールごとの奥義範囲かの2択が終わったら、ちょっと黙人タイムを挟んで黒龍連拳つって、これ分かりますかね、反面投げ払いが2回来るんですけど、その後にちょっと前にあったアジュダヤっていう黒龍拳アジュダヤってやつの答え合わせが入ります。覚えてないですよね。今回はこれ内側アンチだったんですけど、正直覚えてないですよね。わかります。ただちょっと頑張るしかないです。はい。で、ディレイアースですね。これもね、最初の方のあったギミックなんですけど、わかりますかね、アンチが半面潰れる。で、さらに壁で半面潰れて頭割り。ここは内外ですね。で、ここですね、頭割り対象がヒーラーだと思うので、ヒーラー1だけ、内側来てもらって、その代わりに ST が外側行ってるっていう、まあ、4層の獣みたいな3回になってますね。はい。で、その後全体でお茶を濁します。で、この後のこのウィンドスフィアが一番事故多いかなと思いますね。まあ、でも本当慣れるしかないと思うんですけど、まあ、分身が出てきて、これ対面ずつ出てきますね。はい。で、その後にペアがつくんですよね。最初南のアンチでペア割りの配置につきます。はい。これマクロ通りですね。で、半面潰れてるので、ですね、はい、避けてもらって、その後に頭割りがつくんですよ。頭割りついちゃうんですよ。ここ本当に事故多くて、はい。まあ、ただその分身が出てくるのは、あの締めに半面焼きが来てますね。はい。そうですね、分身が出てくるのは対面ずつ出てくるっていうのをすごい意識してもらって、どこから出てきて最後どこで終わるのかっていうのを覚えていたら、まあちょっとマシかなと思うんですけど、まあでもちょっとテンパるかなと思いますね。ここはやっぱり今、ただ今のところでこの極ベーザのコンテンツは峠超えたかなっていう感じなんで、はい、そこまでね、ぜひ頑張ってほしいですね。で、アジュダヤですね。これはタゲさないアンチになります。その後3回ですね。まあ、これが答え合わせするのはもう全然ずっと後なんですけど、はい、なんかよくわかんないタンクギミックも始まってるし、今の答え合わせは相当後になりますね。その前にエクサフレアが来るんですよ。もう一回エクサフレア来るんですよ。今度また円の出方が違うんですけど、これですね、外周側から内側に入るっていう感じで言った方がいいですね。はい、外周側に待機で内側に入る。2回目の方が簡単かなと思いますね。で、ディレイスパーク、これは栄翔完了でタケノコ設置です。はい、避けてもらって、で、収束、黒龍戦4対4ですね。ちょっと泡立たしいんですけど、まあ
そこのウィンドスフィアよりかはマシかなって思いますね。はい、で黒竜連拳わかりますかね、内側アンチです。反面焼き避けてから内側アンチからの内側の円範囲を避けて、はい、せっかち床踏んでからの、はい、8方向3回です。でダブルメテオですね。ここはもう1回できてしまえば簡単だと思うので、はい、そんな大した障害ではないかなと思いますね。はい、で真ん中の直線範囲、これに引かれないよう注意する、大事ですね。おめでとうございます、クリアス。ここまで来たらもうここまで来たら正直クリアスで、正直もクリアなんですけど、まあ、ただ最後にもう1回ウィンドスフィアが来るんですよ。そこだけちょっともう1回見ときますね。はい、でラストのウィンドスフィアですね。これ内容的には2回目でやったものと全く同じかなと思いますね。はい、対面ずつ分身が出てきます。で実はここペア割りが先か頭割りが先かっていうのはランダムなんですけど、2回ペア割りが先に来てますね。はい、でこの後頭割りが来て処理します。まあ、処理できてなくて平 LB で戻すんですけど、まあ、本当ここのギミック、このウィンドスフィアのギミックが一番難しいかなと思うんで、2回目のこれを超えさえすればもうぐっと時間切れに近づくと思うので頑張ってください。なので最初にも言ったんですけど、このコンテンツ通して大事なのはウィンドスフィアですね。ウィンドスフィアでテンパらないのとエクサを気をつけるっていうことが一番大事なのかなと思います。はい、といった感じで今回の動画は以上になります。動画が参考になりましたらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。